お世話になってまーす。お世話になってまーす。マキントソレスタジオでお世話になってまーす。さぶねー。神様だったなー。ギリギリセーブ。ギリギリセーブ。ギリギリ致命傷でしたね。ギリギリ致命傷でした。もう腕なくなってました。はい、今回ですね、はい、前回オールペンしたシビックありますね。おこちらの社長さんが即決で買ってくれたやつですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。エアサスも入れてほしいということで、今回エアサス取り付けやっていこうと思います。はい。これね、ベタベタになったら多分かっこいいと思います。はい、ちょっと現状がひどいんで、見ていきたいと思います。はい、お願いしたいんです。頑張ります。すごいな、エアサスの時はエビちゃんが来るっていう。分けちゃった方がもしかしたら、まあ、メンテナンス的にはそうっすよ、ね、前と後ろで分けちゃった方が。うーん、さすがプロ。じゃあお願いしよう、全部全部。ここもおしゃれな感じで。マジっす。え、いけんすか。いけますよ。マジっすか。マジっす、マジっす。ねえ、これ部品出ないんすよね。後ろはもう木目みたいな感じで。木目でいきますか。俺黒貼ろうと思ってた。あ、木目かっこいいっすか。木目、この年代だったら似合うんじゃないかなっていう。おー、いいかも。じゃあフローリング貼ります。フローリング。え、フローリング本当に余ってるんで、なんかにフローリング引いて、うん、してもいいですよね。あれ、エビちゃん本業何でしたっけ。本業は一応元片枠です。元片枠。元片枠です。ちょっとマジで期待してますんで。はい、任せてください。 お願いしまーす。おーす。はい。やっぱ今はエアサスなんですかね。最近よう見るね。もうバイエアーやばいね。あれ、新しいバイエアーかっけえな。ステンだ。なんかそう、うん、あ、中ステンなんだろうね。あ、で、外にあれか。うん、じゃあブラックエディションにしときますか。ブラックエディションっすね。名前は今回はこちら、短っけ。マジめっちゃ短っけ。これがフロントでございます。こっちがリアですね。え、違いがわかんない。ホンダ特有の、あ、ホンダの、ホンダ特有のね、うん、あれだ。あ、こうなってるんです。いじったことある人だったらわかると思うんですけど、こうなってるんです。こうなってっす、ね、これが抜けねえんすよ。これがね、これがね、これっす。出すよね。すいませんでした。って感じでこれちょっとつけていこうと思います。はい、バックスリムでかっこいいね、これね。うん、一気質ですか。一気質が普通だいたい気質2つなの、あれ。2バック、2バックスリム、2パック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 、まあ、1パックっすかね。1パックっすね。これはあれだな、見たことあるやつ。36につけたやつと同じですね。おっと、見たことあるね。色違うね。で、前回はここのやつ入れ替えたんですよ。こういう風にしたくて。ああ、なるほどなるほど。全部入れ替えたら結構大変だったっす。ああ、そうそうそう、そうだよ。結構やり替えたら大変だったっす。あれ、配線が全然あれっすもんね。ここ入れ替えるだけじゃダメだったんですよ。へえ。この道それ測りながら行くから。割れます。割れちゃうっすか。割れちゃうっすね。あ、どうしてもここだからね。まあ、一回これである程度形作って、うん、すげえ見たじゃねえっすか。任してください。すげえマジで見た。割れなかったら、割れなかったら、割れなかったら最強だったの。マジ職人。うわ、天才。天才だな。エビちゃんの真剣な顔見えちゃったっす。めちゃめちゃ真面目っす。こんな感じっすね、イメージは。これ下もうちょい床上げるんで、ここの位置で合わせてくると多分最後これ下切るようになります。僕なんかより多分あれなんで。お任せっす。完全お任せっす。了解っす。エビちゃんの性格出るの。チャランポランな性格っすか。そうっす。チャランポランなんすか。すぐ角度つけたくなっちゃうんで。
この時点で何やってるの。いや本当に本当になんでそこに何をやってんの。これ板の大きさです。でここが、はい、今ここの段差の分です。あ、はいはい、理解しました。で今度はこれをこうやって合わせて今度はここの当たりを出すんですね。角を決めるんですか今。いやここっす、うん、そこのね、あこっちっ、そこの当たりをまず出すんですね、はいはいはい、出すんですよ、はいはい、うん、斜めどうやって斜めはまたこの板の分を出すんです。英語でも喋ってんだちょっと理解が板、板がこう来て当たるか。そうですね、ここに当たるんですよ。あ、はいはいはい、それを あとはもうここに、あーなるほど、書き出していくんです。なるほど。あとはもうこの今度はこっちを出したんで次こっちを出していけば、あじゃあこの出幅と、そうそうそう、そことここでここにペットペットペッキュキュッと、うわそっか、神だったね。これは載せません。 YouTube 載せません。載せないんすね。載せませんでもやってもできないですからね。できないです、絶対できない。多分普通の人じゃ一回で理解できない。何言ってんのいつフローリング貼るの早んな。貼っちゃうっすね。フローマットもフローリングちょっとダサい。ごめんそれダサいわ。こんな感じです。知ってない。あざーす。すげえ、マジか。やーべ、ピタッ。これちょっとはめてみまーす。お願いします。すげえ、マジか。こんな感じです。気持ちいい。気持ちいい。やば。これが大人の本気なんですね。ほんとにマジ職人。さてフロントね、つけようと思ってまさかの削れと、ここを削ってこの裏もここを削っていくらしいですね。当たるから削れということで外しました。汚いね。はいっていう感じなんでちょっと外したんで削ってつけていきます。完成。こちらも完成。タンク埋めてっす。タンク埋めてるっす。やべ、かっこいい。もうちょいっす。もうちょいっすね。シャレオツ。シャレオツです。合わせんとこでちょっとずつ切っちゃえばもしかしたらちょうどいいかもしれないです、ね、ちょうどいいかもしれないです。させボールお任せでありがとうございます。いい、ありがとうございます。させせい、これをつけていきます。あとは配管していくだけ。お疲れ様でした。お疲れ様です。明日納車です。やってきましたね。ちょっと待ってみんな声が小さい。はい、明日納車です。やっと明日納車ですね。はい、はい、ずっと雨続いてたんですけど今日は晴れましたね。言うてますけどもね。晴れてるけどね。まあ結構ね大変でしたよね。でもね、はい、板金すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ綺麗になったっすね。はい、まあ、黒いところとかも、はい、散々やっておきましたね。散々ちょっとやってきました、はい、ちょっとね経年劣化がえぐくてちょっと一撃だとちょっとあれなところもあるんで、もう一回あと明日仕上げでさらっと夕
よ、やばいと、やばいとこというか、振っちゃってるところは、はい、あれですか、スーパーハードですか。スーパーハードさんと、はい、あと今回ゴムのところは、はい、目黒化学工業さんのスッキリフレッシュっていうね、スッキリリフレッシュじゃなくてスッキリフレッシュっすスッキリフレッシュさんであれあれですよね、視聴者さんが視聴者さんが働いてる会社でどうでした、ゴムの感じ。ゴム、あれ最初ね、使った時は、はい、よくある半々オールみたいな油を塗るやつだと思ってたんですけど、はい、これ結構で使ったらこの枠のとことかこのまあウェザーとかのとこですよね、結構あのしらっちゃけてたんですよ。はいはいはい、あ、そうですよね。そうが、やっぱりこうしっとりするこうなんか弾力というか戻るような感じだった。単純に油塗りたくってごまかしてるって感じっていうよりはなんか少し ふっくらしたかなって柔らかくなったっすよね。なったよ、なったなった、はい、いいこと言うね若返ったってことですか。そうっすね、若返ったっすね。でもノンシリコンって書いてたから油じゃないのかな。あ、油分なんだろうけど、その辺はちょっとよくわかんないんですけど。いや、めっちゃ綺麗になったっすね。めっちゃ綺麗になったっす、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今回あと、はい、エビちゃん、はい、エビちゃんって、エビちゃんって言うんですけど、エビちゃんです。エビちゃんに内装やってもらったんですよ。ですかね、すっげーんで、すっげーんで。ちょっと最初の状態、多分ちょっと伊藤くんピンって出してもらえれば、あのいいね、探すのめんどくさいって顔していいから。え、じゃあ見てくださいよ、見てください。もう見たら、見たら分かるやつです。いいですか、準備はいいですか。お願いします。バーッスー、バーッスー、見てよ。編集めんどくせえからもう自分で言っちゃった。セルフで、セルフ、見てよこれすごいな、やばくないっすか、やばくないっすかこれ。タンク埋まってんじゃねっすか。完全に埋まってっす。タンク埋まってっす。最初ひどかったっすからね。あー確かに。あとこれほら簡単に取れるようにしてくれてんす。素晴らしいっすね。しかもこれあれなんですよ、裏こだわりの焼きが入ってるらしいっす。ほんとだ。取ってもちゃんと見れるっていう。そうやべえっす。これ取るときはこれ取ってこれ取れるんですもんね。そうですそうです。メンテナンス性もバッチリちゃんと考えて。ちょっとじゃあ組んだ中見ます。と唯一僕やったところなんでちょっと見せていいですか。どういう感じで取れる。あー、そう、結局横に手が入るから。そうっすね。おー、すげえ。半端ねえ。結構ギチギチなんで。はいはいはい。ここあと知恵縄です。あー、ここギチ用なんすね。ギチ用なんす。ちなみにこれ裏もまた焼いてる。全部焼いてんね。おしゃれ。取っても大丈夫なようにしてますね。まあちょっとここは下掃除機かけて感じで。うーん、すごい。すげえ、足土台とか作ってくれてんだね。入るようにしてんだ、すげえ。乗っても大丈夫っすね。乗っても大丈夫っす。いや、この状態じゃちょっと汚すぎましたもんね。そうですね、うん、で内装じゃなかったんですよね。そうなんですよ。古いから。これあれだな、元の所有者のミキヤスだな。そうですね。バラしたやつ。ミキヤスだね、多分。ミキヤスだな、ミキヤス見てるだろう。これちなみに制作期間はどのくらいなんですか。これトータルで日にちでいくと3日間ぐらいですか。結構かかったっすよね。結構かかりました。やっぱあの細かい R のところが大変でしたよね。そうですね。うん、合わせて合わせて。やっぱ相手が好きなんで。すげえ。割れちゃうっていうことがあります。見た。もう一個ちょっとエビちゃんの傑作のいいところがあるんですよ。それちょっとこだわりました。ここ。あ、純正ピョイ。純正ピョイ。ピョイ。ピョイ。じゃあここら辺のあのカスはまだね、まだ掃除してないんですけど。ここ純正っすよ、ほぼ。これはもともとついてなかったってことですか。ついてないっす。多分純正もこうなってたんじゃねえかってことですね。すごいよね。すごい。すごくない？すごい。で、これはすごい。この結構オーナーさんが倒して使いたい、荷物積みたいっていうんで、ここもちゃんと貼ってもらって、こういう風になってもらったっていう傑作品。素晴らしい、素晴らしいっす。エビちゃんありがとうございます。ありがとうございます。すごいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。何が大変だったかというと、全部大変だったという結果になりましたけど。はい、やっと起きましたね。でもね、はい、本当っすね。これも前オーナーさんが乗りたくて起こしたいって言ってたんですよね。こんなバチバチに綺麗に乗ったらもう今頃嫉妬して涙してんじゃないですかね。そうっすね、今動画見ながらモニターの前で多分グーヌヌヌヌって言われると思うんですけど。まあ、めちゃくちゃ大変でしたからね。はい、なんだかんだね。これプライベートで起こすになったら相当。あー、大変っす。うん、ベストっすからね。ベストですよね、はい、本当に。まあ、あと、まあ一個言うとすればシート
あ、そうですね。オーナーさんにぜひ貼り替えていただければね。同じ生地でね。後ろに合わせて木目でシート作ってもらう。あ、そうですね。いいっすね。もう完全にしようか。最近セーバーで見ると、あの古いアルシャとかは全部あのセンターとかコンソール入れてやるのが流行ってたじゃないですか。はい、じゃあセンターコンソールスタイルにしてね。あ、そうっすね。で、後ろまで全部繋いで。繋いで。っていう感じで。という感じですね。ちょっとでもいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録のフォームよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。でれつてでででででででれつてでででで